羽生結弦が過去100年の日本のベストアスリートに選出された理由とは、タイガー・ウッズのぬいぐるみが語るもの。羽生結弦は、日本のフィギュアスケート界において最も輝かしい存在であり、彼の名は今やスポーツの枠を超えて世界中で認知されるまでに至っています。最近、彼は過去100年の日本のベストアスリートとして称賛され、その地位は単に競技成績だけではなく、 彼の人間性や影響力にも基づいていることは明らかです。特に SNS 上で拡散された彼のパフォーマンス映像は、世界中のファンの心をつかみ、彼のカリスマ性と圧倒的な実力がいかに大きな影響を与えているかを物語っています。このような高い評価を受けるに至った背景には、羽生の努力と挑戦が常に存在してきました。彼が競技の世界で見せてきた数々の瞬間は、単なる 勝利という言葉で片付けられるものではありません。羽生結弦は常に自らの限界を超えることを目指し、フィギュアスケートという芸術とスポーツが融合した世界で新たな可能性を追求してきました。彼の演技の中には、単なる技術的な難度だけではなく、観客に対する深いメッセージ性や感情表現が見事に盛り込まれています。まるで絵画や音楽が語りかけるように、彼のスケーティングは見る者の心を揺さぶり、 フィギュアスケートがただの競技ではなく一つの芸術であることを証明しています。特に2022年の冬季オリンピックでのパフォーマンスやその後のアイスショーで見せた彼の演技は、彼が世界中の観客にどれだけ大きな影響を与えているかを強く印象づけました。ファンたちは彼の演技が終わるたびに、歓声を上げ、花束やプレゼントをリンクに投げ入れる姿が見られましたが、中でも特に注目されたのが、ファンから贈られたタイガー・ウッズのぬいぐるみでした。 この小さな贈り物は、単なるアイドルやスポーツ選手への応援を超え、羽生がいかにしてスポーツ界全体における象徴的な存在となっているかを示すものとなっています。タイガー・ウッズといえば、ゴルフ界のスーパースターであり、彼もまた競技を超えて世界的な影響力を持つ人物です。羽生に贈られたウッズのぬいぐるみは、ファンたちが羽生を同じように世界的なレベルで影響を与える存在として認識していることを象徴していると言えるでしょう。 フィギュアスケートは、ゴルフやテニスのようなメジャーなスポーツと比べると、競技人口やメディア露出は少ないかもしれませんが、羽生はその枠を超え、まさにスポーツの枠を超えたアイコン的な存在となっているのです。さらに、羽生結弦はただの、スポーツ選手ではなく、彼の存在は今や、文化的現象にも近づいています。彼の演技には、古典的な日本文化や伝統の要素が取り入れられていることが多く、 それが国内外のファンをさらに魅了しています例えば、羽生のアイスショーで披露された「生命」は平安時代の陰名字を題材にした作品であり、日本の伝統的な衣装や音楽が融合されたその演技は、国際的な舞台でも大きな話題となりました。こうした彼のパフォーマンスは、日本の文化を世界に広める一つの手段となっており、彼自身が一種の文化大使の役割を果たしているとも言えるでしょう。では、 なぜ羽生結弦はここまでの成功を収め、世界中の人々に影響を与えているのでしょうか。それは単に彼が技術的に優れているからだけではありません。彼は常に自己を探求し、完璧を追い求める姿勢を持ち続けています。フィギュアスケートは、ジャンプやスピンなどの技術的要素が重要視される競技ですが、羽生はそれを超え、常に、表現という要素にも力を注いできました。 彼が持つ独特の演技力と感情表現は、他の選手には見られないものであり、彼を唯一無二の存在へと押し上げているのです。また、羽生はフィギュアスケートを、個人競技でありながらも、常にファンや観客、そして競技に対する感謝の気持ちを忘れずに持ち続けている点も特筆すべきです。彼が試合後やショーの終わりに見せる謙虚な姿勢や、ファンに対する感謝の言葉は、多くの人々の心を打ちます。 彼は常に自分一人でここまで来たわけではないと語り、支えてくれる人々に対する感謝を忘れません。このような姿勢が彼をさらに特別な存在として位置づけ、ファンとの強い絆を築いているのです。波乳ゆずルが持つ影響力は今後も続いていくでしょう。彼は競技者としてのキャリアを終えた後も、アイスショーやパフォーマンスを通じてその魅力を発揮し続けることが予想されます。また、 彼の存在は次世代のスケーターたちにも大きな影響を与えており、彼の後に続く選手たちが彼を目標にしながら新たな挑戦を続けていくことは間違いありません。羽生結弦が築き上げたフィギュアスケートの世界は、彼の手によってさらに広がりを見せ、日本のスポーツ界における新たな歴史を刻んでいくことでしょう。彼の成功は、単なるフィギュアスケートの枠を超え、スポーツそのものに対する新たな価値観を提供しています。 今後、彼の活動やパフォーマンスがどのように進化していくのか、そしてどのような形で私たちに感動を届けてくれるのかは未知数ですが、彼の歩みは決して止まることなく、さらなる高みへと向かっていくことは確かです。羽生結弦がタイガー・ウッズやロジャー・フェデラーと比較されるのも納得がいく話です。彼らは各競技において頂点に君臨し、その名を歴史に刻んだスポーツ界のレジェンドです。羽生もまた、 フィギュアスケートの歴史を超えて、スポーツ全体に影響を与える存在となっているのです。彼が SNS で多くの話題を提供し続けていることは、そのカリスマ性がどれだけ強力かを示しています。そして、今後も彼がフィギュアスケートという競技を超えて、さらに大きな影響力を持つことが期待されています。羽生結弦の影響力は、単に彼自身のスケーティング技術や美しい演技にとどまらず、 彼が築きき上げてきたフィギュアスケート界全体の存在がなければ、日本国内外でのフィギュアスケートの人気はここまで急激に高まらなかったかもしれません。特に、羽生が持つ圧倒的なファンベースは、フィギュアスケートをより広い層に広め、次世代の若手スケーターたちに多大な影響を与えているといえます。彼の演技を見るために多くの人々が会場に足を運び、 アイスショーが満員になる様子はその人気の証です。そして彼のファンたちの情熱は単なる応援に止まらず彼らは羽生の姿勢やメッセージから人生に対するインスピレーションを受け取り自らの生活にもその精神を取り入れています。羽生が語る「努力感謝前進」という言葉はどれも非常にシンプルでありながら彼が実際にそれを体現しているからこそより深い意味を持っています。 羽生の一貫した努力と謙虚さ、そして逆境に立ち向かう姿勢は、彼のファンだけでなく、広く一般の人々にも共感を呼び、彼の存在がフィギュアスケートという枠を超えて人々の心に響く理由の一つとなっています。羽生譲弦は、ただ、競技者としての成功に満足することなく、スケートを通じて社会的なメッセージを発信し続けています。彼は東日本大震災での被災経験を持ち、 震災後の復興支援活動にも積極的に参加してきました。その経験から彼は、スケートを単なるスポーツや自己表現の手段として捉えるのではなく、それを通じて人々に希望や勇気を与えることを使命としていると感じているようです。このような背景を持つ羽生の演技には、常にどこか祈りや感謝の気持ちが込められており、それが観客に深く伝わる要因の一つです。また 彼の活動は日本国内にとどまらず、国際的なフィギュアスケート界にも大きな影響を与え続けています。例えば、彼が何度もオリンピックで表彰台に立ったことで、フィギュアスケートの国際大会での日本選手への注目度が大幅に高まりました。さらに、羽生は国際大会での成功を通じて、日本以外の国々でも多くのファンを獲得しており、 彼の演技が終わると世界中のメディアや SNS で彼に関する話題が飛び交うことが日常茶飯事となっています。まさに、羽生結弦は日本のフィギュアスケート界を超え、世界中の人々にその存在を強く印象づけることに成功したのです。特に SNS の普及は、彼の影響力をさらに加速させました。彼が YouTube チャンネルを開設した際、瞬く間に何百万人ものフォロワーが集まり、 その後公開さされれた動画は何百万回も再生されています彼の演技やトレーニングの様子が映し出される動画はファンだけでなくスポーツに詳しくない人々にも視聴され彼の魅力が広がり続けています。このように羽生は単に現場で見られるアスリートではなくオンラインでも人々とつながる存在としても進化を遂げているのです。